店長さん。ユモよ、お前さんが言ってたスイーツ屋にそろそろ行かないか。あそこにワッフルは売ってるか。どうなったの？ここは正門町じゃ。いきなり姿が変わっただと。それより、あそこを見るんだ、ユモ。災いだ。先に奴らを倒すぞ。わかった。ふざけろ！やっ、とりゃ！ふっ！あ、元に戻った。どうやら優先帳と正門帳の境界がひどく曖昧になっているようだ。このままだと優先帳と正門帳が融合してしまう。どうしたらいいの？リオ、リオ。じいさん、どうしたんだこんなとこまで。お前さんとこの若いの二人がさっき天号宮に来てな、魔物が現れ危ないところを助けてもらった。魔物がいなくなると天号級に次元の亀裂が現れたが、あの二人そのまま入ってしまったんじゃ。まさか次元の亀裂が天号級に。だがベーダがいるってのに、あいつら突っ走りすぎだろ。イモ、早く探しに行くぞ。うん。どう考えても罠の可能性が高いが、俺の予感当たってくれるなよ。やけに静かだね。逆にちょっと怖いかも。気をつけるんだぞ。バヘ、ベーダね。ああ、無事でよかった。
レディース&ジェントルメン。誰？ネアのスペシャルなステージへようこそ。ネメアだ。クソ、やっぱり現れたな。今回は特別ゲストでバッヘお兄ちゃんとベーダお姉ちゃんが登場だよ。ネメア、バッヘとベーダ姉を解放して。もうネアのショーはこれからなのに。焦らない焦らない、これからショーの始まりだよ。ユモお姉ちゃんもちゃんと演出に合わせてね。やつのことだ、バッヘとベーダに何かしてるに違いない。ユモ、用心していけよ。うん、行こう。二人とも待ってて。様子がおかしいぞ。ユモが変身しているのに、なぜ人の姿を保てるんだ。ベーダね、大丈夫？またか。俺も人のことを言えないけどな。まずい、無理せずに避けるんだ。まずい、無理せずに避けるんだ。倒れろ。どうだ。振りしまない。こちらの番だ。120% の力を出せる。まずい、無理せずに避けるんだ。まずい、無理せずに避けるんだ。こんなもんか。まずい、無理せずに避けるんだ。まだまだ。やめて。よし。とりあえず。
ずい。無理せずに避けるんだ。おい、体の状態に気をつけるんだ。次はこちらの番だ。おい、体の状態に気をつけるんだ。よし、今のうちだ。次はこちらの番だ。よし、今のうちだ。邪魔だ。ベーダネ、大丈夫？傷つけてないよね。私こそユモに怪我させなかった。またあのおチビちゃんに操られるなんて不覚だわ。ネメアと直接接触したせいだろうな。奴の力に引きずられたんだろう。ネメア、気をつけろ。バフェも同じ状態だ。大丈夫？少しは手加減したんだけど。不甲斐ない。また操られるなんて。ユモの力のおかげでネメアのコントロールが解けたようね。不幸中の幸いだわ。そうみたいだね。でもやっぱりネメアにはそんなことをしてほしくないな。災いを操るどころか、混乱人も意のままにか。ここ数年で奴の力はさらに強大になっているな。とにかく先にお店に戻ろう。ベーダネーとバフェを休ませないと。
ああ、店に戻るか。僕の勝ちだね。お姉さんの言うこと聞いてね。はあ、今回はいつもより疲れたね。無事に戻れてよかった。また操られてしまって申し訳ない。あのチビちゃんの力一体どうなっているの？店長の代わりにリーオーに説明をお願いしたいわね。俺とベーダは二度も被害を受けた。本当に何も言うことはないのか、リーオー。ここまで来たら隠し事はなしだな。店に戻ったらちゃんと説明するさ。変ね、人が全然いないわね。空の色もおかしい。どうなっている？この感じ、まさかまだ優先長にいるの？クソ、どうやらそのようだな。落ち着け。目の前の敵を倒すのが先だ。やっ、開けろ。今度こそ正門町に戻れたみたいだ。もうコロコロ変わって嫌になっちゃうわね。一体どうなってるの？前にもあったよね。想像よりヤバい状況だ。早く店に戻るぞ。
緒にビートを刻みたくなる。これはすごいの。お前、本当にただの人間なのか。歯食いしばれ、終わりじゃねえぞ。もっと強くなれ。倒れろ。店長がいないとお店がこんなに静かだなんてね。店長。今店長はいない。話は長くなるが、俺から説明するしかなさそうだな。ネメアが優先帳に封印されてかれこれもう100年以上になる。厳密に言えば封印ではないんだが。封印ではない。人間界の大都市は龍脈が集まってるところに作られるんだ。人類は知らない間に龍脈に引き寄せられているってことだ。台北も例外ではなかった。特にこの西門町はな。ああ、つまりパワースポットってこと。パワースポット。そうね、人類も災いも
幽脈の力に引き寄せられるんだけど、災いにとってそれはエネルギー源でもあるの。混乱会もだろ。前に店長がトンネルを開けるのを見たが、次元トンネルも流脈のエネルギーを使ってるんじゃないのか。ああそうだ、流脈は多次元にまたがるエネルギーでな、流脈の集まるところでは新たな次元が生まれ互いに融合するんだ。だからたくさんの不安定な次元の隙間が生み出されると、各次元の住民たちが違う次元に迷い込み混乱するってわけだ。そうね、確かに災いが他の次元に入り込んでくると大変なことになるわね。ああ、混乱もかなり手を焼いてな。流脈は一箇所にとどまっているわけではないから防ぎようがないんだ。長年の流脈についての研究の結果、混乱は流脈を固定する方法を考え出した。流脈を固定すると人類社会の大都市も一緒に固定されるのか。結果的にはそうなる。そして災いの出現場所を簡単に予測できるようになった。その流脈を固定するのとネメアが関係しているの？ああ、混乱の科学者たちは流脈管制システムを考え出した。自我のない災いを捕まえてな、奴らのエネルギー源を求める習性を利用し流脈を制御するシステムを作り出した。聞いてると混乱ってひどいね。そうだな、これが混乱の真相だ。次元間の混乱を防ぐため当時考えられたベストの方法だったんだ。本当にベストな方法だとしたらこんなに混乱は起こらなかったはずよ。まあひっきりなしに出てくる問題に対応するため最終的に採用したのが自立人型生体処理ユニットってやつだ。そいつらには学習能力があってな、毎日人間界を観察しありとあらゆる種類の人類を見ているんだ。そうしているうちに自我が芽生え、自由ってやつに憧れを持つようになるわけだ。おじさん、それってネメアのこと？ひどいよ、まだ子供なのに。本当にひどいな。ということは優先長は流脈が安定した後にできた空間ということね。流脈が集まる大都市にはネメアのような管理システムが存在するわけね。おそらくな。俺は科学者でないから詳細は分からんがな。しかし奴が優先長の封印を解けば流脈が一気に反作用を起こす可能性が高い。周囲の空間も一瞬で崩壊してしまうということか。早くネメアを探し出さないと。ユモ、どうしたの？なんでもない。ただ状況が思ってた以上に深刻になってきてるなと思って。ユモ。あ、ユジャから電話だ。ユモ、助けて。もうまた？今度は何を忘れたの？違うの、とにかく早く来て。おじさんごめんね、ユシャがまた助けてほしいみたい。あ、おじさん何か言おうとしてた？いや、なんでもない。よし、ユシャのところに行くか。混乱は自分の民を守るために手段は選ばないか。そうする気持ちはわかるけどね。
店長さん。ネメアの身の上は確かに気の毒だが、それでも奴は多くのものを傷つけた。俺だってコンロンのやり方が正しいとは思っちゃいない。だがリュウメクに何かが起こったらコンロンもただじゃ済まない。仕方ない選択だ。本当に驚いた。まさかコンロンがあんなおぞましいことをしてたとは。生きるためとはいえ別のやり方もあったはずだ。ジーヤに聞かれたら次期当主として何甘いことをと言われるかな。今日も新鮮そうだな。バヘは本当に果物が好きだね。あれ？あ、バヘ見て見て。あっちで何か演奏の準備をしてるみたい。うん、ストリートミュージシャンか。以前にも見たな。あのギターいいものだな。もしかしてバッヘがギターを始めたきっかけって
ストリートミュージシャン？まあね、少し自分でもやってみようかと思って。へえ、いいじゃん。任務がない時にでも何か一曲披露できる？店長からは殺傷能力の高い騒音だなって言われてる。そうなんだ。じゃあ戦闘の時に役立つかもね。そうか。今度試しに僕にも聞かせてよ。おじさんも音楽に詳しいみたいだし、いろいろ教えてくれるかも。いや、人前で演奏できるレベルじゃ。もっと練習してそれからなら。本当？約束だからね。ああ、わかった。おじさん、だいぶ緊張してるんじゃない？俺はずっとここのスイーツが食べたかったんだ。しかしだな、こんな面構えの俺がこんな可愛い店に入るのは度胸がいるんだ。もうおじさん大げさだな。最近はスイーツ好きな男の人も増えてるんだって。でも男一人で入るのはやっぱりちょっと恥ずかしいぞ。若いお嬢ちゃんと友達になれて本当によかったよ。どんだけスイーツが好きなのよ。でもスイーツ好きな男性はポイント高いよ。そうか、考えすぎだったかもな。次は一人で入れるように特訓だよ。まったく芋は厳しいな。しかしお前さんには感謝してるよ。スイーツ食べに連れてきてあげただけで？そうじゃない、お前さんのおかげでこの町の思い出がまた増えたからな。おじさんは本当にここが好きなんだね。でもそうやって気取ってる方が恥ずかしいよ。この生意気なガキめ。いちごワッフルです。ごゆっくりどうぞ。ああ、待ってました。熱いうちに食べよう。おお、じゃあいただきます。そんなに美味しそうに食べるんだ。席が空いてた。今日人が多いね。さすが人気店。そうね。ゆもちゃん、何食べる？あ、もしかしてリベーダ？はい、そうですけど、何か？あ、すごい本物。一緒に写真撮ってもらえますか？ごめんなさい、今はプライベートなの。仕事の現場でなら対応しますよ。美人だからってもったいぶらないでさ、写真1枚ぐらいいいだろ。
ちょっと君、しつこいな。ダメなものはダメなの。なんだよお前、お前には関係ないだろ。一つだけ忠告しておくわ。私優しくないの。今すぐ消える？それともお手伝いが必要？いえ、すいません。失礼しました。ベーダね、すごい迫力。あら、そうかしら。びっくりさせちゃったかしら。邪魔者もいなくなったし、ご飯食べましょ。うん、一番怒らせたら怖い人ってベーダねえかも。あ、ごめんなさい。でもこの町にもあんなチンピラがいるなんて。なんで謝るの？水清くして魚すまずと言うじゃない。どの種族でもある程度のカスはいるものよ。だとしても私はこの人類の世界が好きよ。もちろんこの町も大好きよ。ならよかった。気を悪くしちゃったんじゃないかなって。この業界にいればよくあることよ。気にしない気にしない。さあ食べましょう。はーい。またのお越しをお待ちしてますね。またのお越しをお待ちしてますね。お嬢ちゃん、ピーナッツ味を2つ頼む。おじさん、本当に甘いもの好きだね。でも、今日は私が一緒に来なくてもよかったんじゃない？お前さんは一言多いな。最近は、ちょっと昔のことを思い出すだけで感傷的になるんだ。おじさん、今日はどうしちゃったの？あそこの店の主人、俺はあの子がまだ子供の時から家の手伝いで店番をしてるのをずっと見てきたんだが、あんなに小さかったお嬢ちゃんが今や店の主人とは、ちょっと泣けてくるな。人類はこうやって親の世代からこの世代へ受け継いでいくんだろう。ん？おじさんも跡取りが欲しいってこと？じゃあ石の獅子をもう一体注文すればいいのかな？何を言ってるんだ。俺は 100% 純粋な崑崙人だぞ。どうやって作らせるんだ。時々な、俺は傍から眺めている傍観者に過ぎないんじゃないかって思うんだ。守り神として力不足なんじゃないかってな。おじさんは幽仙長の災いを退治して正門長を守ってきたじゃない。傍観者じゃないよ。それに私もおじさんにいろんなことを教えてもらったよ。これがおじさんの言っている受け継ぐってことじゃないの？あ、でもこれは師弟関係かな。すると、俺が師匠で、お前さんが弟子か。
じゃあお前さんに秘伝の技を教えてやるか。ついてこい。何突然。限定のマンゴー味を一口味見してもいい？うん、ほら。そうだ、ギターの練習はどう？まあまあかな。この前お店の裏でギターの練習をしていた時、女の子が見てるのも気づかないくらい熱中して、その彼女は俺のギターはすごくロックだって。ロックの意味は分からなかったけど、楽しんで聴いてくれてた。いい感じだった。その子ロックって言ってたの？ってことはバッヘはロッカー路線ってことか。うん、そのロックっていうのはたくさんの人を楽しませるものだろう。そうだよ、世界中の人たちが好きなものだよ。僕も好きかな。他人を喜ばせるものか。ここに来てよかった。ロックっていうのは。バッヘ早く食べて。僕ちょっとひらめいちゃった。もしかしたら技をパワーアップできるかもしれない。早く早く。ちょっと待った、俺の限定マンゴー味ゆっくり味わわないと。私はスパイシーチキン一つ。ユマは何にする？僕はエリンギ揚げ。この前の友達とはどう？仲良くしてるの？ああ、勇者ね。うん、なかなかね。名前も似てるし、僕たち気が合うな。あなたと彼女を見てると、昔の私とナターシャを思い出すわ。礼だね。やっぱり故郷が懐かしいよね。完全に忘れてしまったって言ったら嘘になるけど、ここにもたくさんの友達がいるし、私はここを第二の故郷だと思ってるのよ。ファンのみんなも大切だしね。モデルのお仕事も大変だね。この前も変な男に出くわすし。あ、この前のね。でも大丈夫よ。他の可愛いファンの子たちのことを考えると、あんなやつのことはどうでもいいわ。礼だねは大人だね。でもこの前みたいに一般人を怖がらせちゃうとお仕事に影響しない？強い女性は人気があるのよ。よかったらいくつか技を教えましょうか。礼だね、僕をどこに連れて行くの？愛の特訓よ。私たちの最強の必殺技を開発するわよ。
なもんか。やっ、とりゃ正面に敵がいるぞ。油断するな。やっ、どうだ。よく避けた。次はこちらの番だ。
120% の力を出せる。よく避けた。次はこちらの番だ。すごいな。邪魔だ。120% の力を出せる。一か八か、この一撃にかける。困難人の修行、厳しすぎるよ。なかなかやるな。こんな短い時間で達成するとは。そりゃあもちろん。師匠の期待に応えないとね。お前さんな。これでおじさん少し楽になれるかな。僕が秘伝の技を習得したんだから。お前さんはまだまだこれからだ。せっかく正門町の平和は僕が守るみたいな決め台詞を考えたのに。少しだけ成長したと思ったらすぐ調子に乗るな。冗談だよ。
そろそろお店に戻ろうよ。まあ、行くか。俺たちの正門町へ。前方に敵の気配を感じる。やっちゃって。どうだ、見れよ。やっ、こっちの番だ。どうだ、お願い。これはすごい。ユモ、お前本当にただの人間なのか。俺のギターを聴け。今ならこっちの攻撃が効くはずだ。これがロックだ。これがロックだ。ユモ、了解。前方に敵の気配を感じの気配を。ユーモ、お前本当に今ならこっちの攻撃が効くはずだ。行くぞ。前方に敵の気配を感じる。一緒にビートを刻みたくなる。とどめだ。どうだ、お願い。新たな敵か。ユーモ、お前本当にただの人間なのか。今ならこっちの攻撃が効くはずだ。今ならこっちの攻撃が効くはずだ。どうだ、お願い。間一髪。
災いの気配だ。気をつけろ。とどめだ。自分らしい音色が出せた気がする。これもユモのおかげだ。もしくはあの元凶に関しては和平、その言い方だと小さい姿になって喜んでるように聞こえるけど、実はそんなに悪くないと思ってたりするのだ。たくさんの新しい出会いのきっかけだからだ。ジーヤは悲しむかもしれないが、そのジーヤさんってバッヘの執事なの？行ったことなかったな。ジーヤはうちの一族の最高クラスの執事なんだ。みんなジーヤと呼んでいる。俺も小さい頃からずっと一緒にいた。ジーヤは親代わりみたいな存在さ。それなら家に帰った時ジーヤさんにバッヘの演奏を披露できるね。バッヘの成長をきっと喜ぶよ。そう思うか。ならもっと頑張って練習しよう。手慣れた感じね。慣れたか。また増援。まとめて魚の餌に。
けてみろ。止めて魚の餌に。これでも食らえ。Yeah.
狙い驚いたわ。ユモって本当に普通の人間なの？こんなにすぐに身につくなんて。戦いのセンスがいいとこも彼女に似てるわ。ナターシャさんのこと？ルーダ姉って本当にナターシャさんが好きなんだね。あれれ？ユモちゃんやきもち？でもそんなに似てるの？ずっとベーダ姉の話を聞いてるとだんだん気になってきたよ。こうしてみると見た目は全然似てないわね。でもユモの言動が彼女を思い起こさせるのよね。少し無鉄砲なところもね。あまりお姉さんに心配させないでよ。ああそれは、うん、ごめんなさい。私もいろいろ渡り歩いてきたけど、この土地が、って川と言うべきかしら。ここが一番離れがたいわ。今はどこかよそに行くわけにもいかないしね。さあ、正門町に帰りましょう。僕の靴だね。お姉さんの言うこと聞いてね。